ではこれから高速増殖炉の開発を進めているモンジュの仕組みについて説明しましょう。まずモンジュの全体を見てみましょう。博士、これがモンジュの中ですか？意外に小さいですよね。今は皆さんに分かりやすいように僕たちが大きくなっているだけだろ。本当の大きさは？わあ、こんなに大きかったんですね。そうだよ。じゃあ元の大きさに戻ろう。それではモンジュの仕組みについて説明しましょう。じゃあまずモンジュの心臓部に行ってみよう。 MC2 炉心まで来てくれ。 MC2 のいるところがモンジュの心臓部、原子炉の炉心だよ。ここでは燃料のプルトニウムを燃やしながら、燃やした以上の燃料を新しく作っている。それを増殖というんだよ。その時に発生する熱をナトリウムに伝え、一次系配管を通って中間熱交換器に送るの。そのナトリウムはポンプで循環されているんだよ。中間熱交換器はどこにあるんですか？じゃあ行ってみよう。